これでバッチリ赤ちゃんのお世話。マタニティアイ院長成瀬です。今日は赤ちゃんの抱っこの仕方、おむつの替え方、沐浴、お肌のケアについてご紹介していきます。赤ちゃんのお肌のケアです。赤ちゃんのお肌はツルツル、お肌は薄くて大人の約半分の薄さで、とってもデリケートなんです。泡で包み込むように洗ってあげた後は、オイルやローションで保湿をしてあげましょう。ママ方が洗顔後にスキンケアをするのと同じイメージです。まずは植物性のものから使い始めてみることをお勧めします。ちなみにマタニティアイのベビーマッサージクラスでは太白ごま油を使用しています。500円玉ぐらいたっぷりの量をママの手に乗せて、赤ちゃんに声をかけてから全身に伸ばしていきます。塗る量は塗ったところにティッシュがくっつく程度か、お肌がテカるぐらい保湿してあげてください。足、手、背中、お腹、お顔、頭と、オイルマッサージをしていきますが、順番はママにお任せです。お風呂上がりでもいいですし、おむつ替えの時や着替えの時に少しずつでも構いません。赤ちゃんのお肌によって合うもの、合わないものもあると思います。初めて使う時は腕の内側などにつけるパッチテストをして、オイルやローションを試してみてください。赤ちゃんに話しかけながら、歌いながら保湿することで、親子のリラックス、スキンシップにもなります。パパもお兄ちゃんやお姉ちゃんも参加したくなるかもしれませんね。我が子が好きな場所、心地よいマッサージを探してみてください。皆さんいかがでしたか？これで赤ちゃんのお世話バッチリですね。助産院マタニティアイは釧路町の妊娠出産包括支援センターとして活動しています。妊婦さんのこと、赤ちゃんのこと、子育てのこと、女性の体のことなどで心配や気になることなどあれば、一人で抱え込まずにいつでも連絡をしてください。お電話番号はこちらです。